広島市漫画図書館。広島市漫画図書館とは、広島県広島市にある広島市立の図書館である。漫画資料及び漫画関係資料のみを専門に扱う漫画図書館である。中央図書館の文館である漫画図書館と、その付属施設である漫画図書館朝閲覧室がある。1997年、平成9年5月、公立では、 日本初の漫画専門図書館として開館した。そのちょうど2年後に朝閲覧室が開館している。漫画図書館は標高70メートルほどの七山の山頂北側にあり、広島市現代美術館とも近い。七山は全体が公園となっており、山陽門徳殿には終戦直後や建物の移転時に広島市立図書館が一時に置かれていたこともある。 朝閲覧室は、新交通システム、アストラムラインの上安駅と直結した、バスターミナル複合施設の上階にある。両館とも図書の内漫画、作品の占める割合が99%以上であり、残りも漫画関連の資料である。広島市立図書館では、他館の蔵書を予約して借りることもできるため、漫画を置いていないはずの他館でも少なくない数の、 漫画が貸し出されており、2013年度の貸し出し冊数によると、漫画図書の貸し出し冊数のうち37%、我慢が図書館、25%が朝閲覧室、計62%で、残り38%は漫画図書館以外で借りられている。利用者層は子供から高齢者まで幅広く、10歳ごとの区分では40代の利用が最多で、 未成年者が31.4%、20代、30代が27.4%、40代、50代が31.3%、60代以上が9.7%となっている。通常、日本の公共図書館では、日本中新聞類法と、庁舎記号に従って書家に蔵書を並べるが、基本的にすべて漫画、726.1である漫画図書館では、 主題による分類はほとんど意味をなさず、実際には作画者の50音順のみで配下されている。漫画図書館ではあまりに蔵書が多いため、それぞれの棚に前後2列に並べている朝閲覧室ではそこまではしていない。漫画図書館には閉架書庫がなかったため、2010年に、 雪きの閲覧室の空き部屋を漫画図書館用の書庫として活用することとしたが、すでに2万6千冊を収納してそれも埋まってしまい、2012年には漫画図書館の地下倉庫を書庫として利用できるようにした。広島市立図書館の蔵書の不明総数、2002から2006年のうち、約3割は漫画であった。これを受けて、2009年度から、 漫画図書館及び朝閲覧室に IC タグを使用したブックリテクションシステを導入している。漫画図書館を含む広島市立図書館は、すべて2014年度から2017年度までの4年間について公益財団法人広島市文化財団を指定管理者として図書館の運営を任せている。漫画図書館及びその前身の七三公園青空図書館。 そして朝閲覧室については、いずれも、開館時から現在までこの財団に業務を委託ないし、指定管理者に指定している。広島市の七三芸術公園構想の一環として1983年、昭和58年、五貧天跡広場の一角に開館した、広島市立図書館、七三公園青空図書館が、漫画図書館の前身である。青空図書館という名前は、 野外読書を楽しめるミニ図書館と歌って開館したためで、この時は特に漫画専門ではなかった。開館当時の蔵書数は約2万冊。1984年度、昭和59年度には約17万冊あった貸し出し冊数は、その後各国図書館が整備されたこと、特に1990年、平成2年の南区図書館開館の影響で減少し、 1991年度、平成3年度には、再生期の5分の1、約3.3万冊となった。青空図書館の利用者現象に対して、広島市議会で漫画を置くことが提案され、隣接する広島市現代美術館や、広島市で開催される広島国際アニメーションフェスティバルとの関連からも、漫画での青図書館再生が議論されるようになった。 広島市立図書館での漫画の導入は漫画図書館が初というわけではなく、1990年度に市北部の区図書館のヤングアダルトコーナーが導入したのが最初で、その利用率の高さ、一般書の3倍も漫画図書館設置の要因となった。漫画専門の図書館は前例がなかったが、否定的な意見も予算面や資料保存の問題などで、 漫画を置くこと自体に反対する意見はなかった。漫画専門図書館を設置するにあたり、広島市では中央図書館内にプロジェクトチームを置き、川崎市市民ミュージアム、大宮市立漫画会館、大阪府立国際児童文学館、日々川上ふれあい漫画美術館、現代漫画図書館といった施設を視察するなど、3年間の準備期間を設け準備を進めた。 運営面の準備や改修を経て、1997年、平成9年5月1日に、中央図書館の文館として、広島市漫画図書館が開館した。青空図書館は、その半年前の1996年、平成8年12月1日に閉館している。初年度は11ヶ月で、貸し出し冊数が約64万冊を記録し、 翌百九十八年度、平成十年度は約七十万冊という驚異的な記録となった。予想以上の公表によりまんが、図書館の増築案がにわかに浮上したものの、財政難や七三の公園指定のため増築は困難であった。そのため人口増加が進む郊外の新興住宅地で、広島市が出資する新交通システム、アストラムラインの上安駅前に、 1999年、平成11年5月1日に、朝閲覧室が開館した。これには、アストラムラインの収益増という目的もあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。